はいの、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は浦和対パリサンジェルマンの振り返り、そして初の生放送の感想会ということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、今回ラジオ感覚的にやっていくんで、ここから画面は変わりませんので、ですけれどもね、本当何かやりながら適当に聞き流してもらったらいいんですけれどもね、ということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、まずパリサンジェルマン戦から振り返っていきましょうかね。まあ、今回生放送という形で同時視聴配信的なことを僕初めてやらせていただきました。そのまま、パリサンジェルマン戦になってきますけれども、まあ、やっぱ強かったですね。やっぱりこう次元の違いというのは特にこれ個人の能力のところで見せつけられてしまった感じがしますが、まあこれ生放送でもずっと僕は言い続けていたんですけれども、浦レッズはしかしまあ準備してきたものというのはしっかり表現することができたんじゃないかって思っていて、それやっぱりこうパリ・サンジェルマン中やっぱり自分たちである程度自分、まあ、ポジションしていくとかね、おそらくこの試合パリ・サンジェルマンの時間帯というのが長くなるであろうとか、そういうことを考えると、まあ浦レッズは絶対これカウンターでどうやってまあ点を取るのかっていうのを考えないといけなかった。多分これ試合前からですけれどもね、まあ、浦レッズは一つショートカウンターでどうやって点を取るかっていうのを考えてこの試合に臨んだんじゃないかと思います。まあ、本当パリ・サンジェルマンがボールポジションをしていて、じゃあそこでどういうふうにまあ点を取るか、やっぱりこう相手がボールを持つ時間が長くなるとね、逆に得点するチャンスというのは短くなってしまうんで、ってなるとやっぱりこれ一つはカウンターですね。高い位置でボールを奪ってそこからショートカウンターというのが一番得点の匂いがするんじゃないかって元でやっぱりそれ前提で練習をしていくと思うんですけれどもね、っていう意味ではそのプレスとか、ね、これボールポジション相手もちろん上回っていたと思うんですけど、まあ、この浦レッズのプレスがはまってそこからショートカウンター仕掛けることができたんで、僕は、ね、浦レッズが狙っていたこと、まあ、このショートカウンターでしっかりまあ得点を狙っていこうとか、ね、とにかく早くボール奪って即時奪回でカウンターを仕掛けていこうとか、そこのまあ意識がしっかりできていたんで、ね、その実際ショートカウンターから得点チャンスも生まれていたんで、浦レッズがやろうとしてきたこととか、まあ準備をしてきたものというのはしっかり体現することができたと思うんで、これは僕はポジティブに評価をしたいなというのはやっぱりあります。やっぱり今後次の試合もそうですけどもね、次は川崎フロンターレ戦なんで、フロンターレもやっぱ自分たちで、ボール持ってなんとかしていこうというチームなんで、そこはね、浦レッズももちろんボールポジションで譲るわけにはいかないんですけど、まあ、やっぱりこう川崎フロンターレの時間が長くなった時ですね、フロンターレのボールポジションする時間が長くなった時に、じゃあどうやって点を取るかと、ね、そこはやっぱショートカウンターっていうのが一つ、ね、狙いになっていくと思うんで、まあ、この川崎戦での戦い方とこのパリ・サンジェルマン戦の考え方というのはある意味ですけれども、ね、ちょっと似ていてもね、似ているんじゃないかと思っています。で、やっぱこうパリ・サンジェルマンともちろん川崎フロンターレはもちろんこれ全く違うチームであります。本当全く違うチームなんだけども、まあしかしショートカウンターから得点を狙っていこうとか、相手がやっぱりポジションする時間が長い、そんな対戦相手にどうやってまあ試合をまあこう組み立てていくかとかね、勝ちを狙っていくかという時に、やっぱりこういうパリ・サンジェルマン戦、この間のパリ・サンジェルマン戦のようにハイプレスをかけて即時奪回、そこからショートカウンターというのはこれハマると思うんで、ということを考えるとこのパリ・サンジェルマン戦の戦い方、もちろんこれ真剣勝負とか、まあ、いろんな、ね、違います。これ川崎フロンターレ戦とまた背景が違うんですけれども、しかしまあそこはこのゲームというのは次の川崎フロンターレ戦とか間違いなく今後につながるゲームと思うんで、そこは僕はポジティブに考えてるわけでございますけれどもね。で、あとはリンセンが怪我したのは痛かったですね。まあ、10分7分8分ぐらいですかね、で怪我をしてしまったんですけれどもね、ちょっと残念。その前に、ね、非常にいいプレーがあった、まあ、自分でシュート打つシーンもあったりとか、ね、組み立ての部分で良いこれパスがあったりとかしたんで、そこはちょっともったいなかった。あとやっぱ試合後に自分で珍しいですね、怪我をした選手が自ら、記者会見で詳しく自分の病状、これ、ね、発表するじゃないですけどね、ちのが、あったんで、そこはやっぱリンセン選手もこれからね、まあ、ポジティブに考えると、まあ、日本での生活に、慣れる時間が与えられたのかなって、まあ、そこはポジティブに、考えていこうと思っているんで、まあ、ちょっとリンセン選手の復帰というのはちょっと待ちたいと思ってますけれどもね。で、あとまあここからね、生放送の感想会にはなってくるんですけれどもね、本当ね、ありがとうございました。まあ僕、この間の生放送しながらですけれどもね、一回もあれ見てなかったんです。同時接続ですかね。今何人の人が見てますよっていう同時接続を待って、
全く本当に見てなくてですね。で試合が終わった後にはそういえば何人この試合、見てくれたんだろうと思って見たら、てかどこに書いてあるかも分かんなかったんですけど、最初ねよく見たら90何人で確か数字が並んでいて、あ、まあ100人前後の方が同時に見てくれたのであればまあまあ全然いいじゃんって思っていたんですけど、この動画のデータ的な生放送のデータ的なものを見てみると、同時最大の同時視聴人数というのは約500人っていう数字が出ていたんで、480とか90とかだったから、まあ、約500人の方が、同時にこう生放送を見てくれたというのがあったんで、ちょっとびっくりしました。本当ね、こんな僕みたいな、しかも初の生放送にそんなに多くの方が見てくれるというのがあったんで、本当そこはありがたいというかね、まあ、アベレージがどんなもんか分かんないんですけどもね、まあ、しかし、最大500人、まあいかなかったんですけども、約500人ということで、そこ本当ありがたいっていうのがやっぱりあります。本当ありがとうございましたね。あとコメントをね、本当くださった方ですね。本当にこのコメントにやっぱ生放送って、助けられるんだなっていうのが、ありました。やっぱりこう、コメントがあって、やっぱ生放送って、成り立つ。やっぱ喋り手、まあ、今回で言うと僕ですけどね、この喋り手だけではどうしても生放送というのは盛り上がりに限界がある。やっぱり盛り上げていくにはね、限界がある。もちろん本当にね、喋りが上手い人、僕じゃなくてですけどね、本当に喋りが上手い人であるとですけどもね、まあ、コメントなくてもなんとか やれるとか、こうコメントうまいこと引き出したりとかできると思うんですけど、まあ、僕はそこまで喋りがうまくないんで、でもあるんですけど、本当、コメントに、助けられたって話でございますけれどもね。で、今後もですけれどもね、こういう、まあ、生放送的なことはやっていこうと思っております。まあ、せっかくなんでね、やっていこうと思っていて、まあ、今回のように浦レッズとどこどこの試合とか、あと九州勢も僕はまあ応援はしているんで、まあ、九州勢 VS どっかのゲームとか、そういう試合でいろんな試合ちょっと生放送とか、まあ、どこに限らずですね、浦レッズだけとか、まあ、トスだけとか、福岡だけとか、だけそういう感じじゃなくて、まあ、いろんなチームの生放送とかやっていきたい。まあ、できればね、今夏場ってやっぱね、7時、19時キックオフの同時でキックオフが多いんで難しいんですけれどもね、まあ、秋口とかになってくると、まあ、昼のね、キックオフのゲームがあってとか、夜のゲームの、とかもあると思うんで、そこに時間差がね、キックオフに時間差があればもっとやりやすいんですけれども、やっぱこう同時になってしまうんで、そこは難しさあるんですけれども、まあもしくはですけれどもね、こう、テレビの画面ではですけれどもね、テレビの画面で裏のゲームを、見ながらパソコンのモニターでは、別の例えば福岡のゲームとか、鳥栖の試合見ながら、まあ2試合を同時に見ていくとか、そういうのでもいいのかなっていうのはやっぱりありますね。ただね、昨日思ったんですけど、やっぱりこう生放送しながらやれない1試合が限界かな。いつもだいたい僕はこのダゾンとかの試合見るときは2試合同時に見るんですね。パソコンでどこどこの試合とか、テレビの画面のダゾンではどこどことか、だいたい2つの試合同時に見るんですけど、それだとまあなんとかね、こう動画にできる程度の話は、できる、まあ、しっかりそこはゲーム見ることができる、まあ、こうレビュー動画ですね、いつも試合後にレビュー動画上げるんですけど、なんとかレビュー動画にできる形にはこの、ね、2試合同時に見るというのはなんとかで過去、昔ですけどね、昔3試合同時に見て、まあ、ダゾーンとあと民放の放送を合わせて、まあ、3試合ですね、テレビでは民放を流して、パソコンとスマホでは、ダゾーン流してっていう3試合同時に、まあ、見たことがあったんですけど、まあ、3試合無理っていうか分かりました。まあ、3試合同時に、見て、そこから、ね、レビュー動画にするというのは無理というのは僕分かったんで、まあ、2試合が、限界であろうというのはあるんで、まあ、2試合を見ながら、まあ、そこに関して2試合について話す放送というのは今後あるかもしれませんけど、この間ね、パリサンジェルマン戦やってて思ったんですけど、本当コメントずっと僕見てしまって、ね、本当、コメントは気になってしょうがないっていうのがあったんでね、そこ難しいのかもしれませんけど、まあそういうのは2試合同時視聴配信とかもありかなとか、考えており、まあ次もしかしたらですけどもね、日本対韓国の試合ですね、水曜日に行われる E1 ですね、E1 の日本対韓国の、優勝決定戦ですね、そこのゲームはもしかしたら生放送、するかもしれませんので、その時は、よろしくお願いいたしますという感じがするんですけれどもね、まあ、あと今後ね、この間僕キャプチャーボード買ったんですね。ゲーム実況をするのに必要なキャプチャーボードですね。このキャプチャーボード買ったんで、ね、今後ね、こう生放送やるのに使っていこうかな。まあ、ゲーム実況とか、ね、生放送だけじゃないですけれどもね、まあ、サブチャンネルの方で、ね、ゲーム実況やってとか、メインでやるかもしれませんけどね、メインでゲーム実況やってとか、まあ、いろんな、ね、このキャプチャーボードを使ってやっていこうか。まあ、今度桃鉄ですね、僕の大好きな桃太郎電鉄ですね、僕のこのパロプ
ンテっちゅう、ね、YouTube チャンネルの名前は桃太郎電鉄のパロプンテカードから来ているぐらい僕ね、好きなんですね。だから、今度 J リーグと桃鉄がコラボするっていう話があって、それも発表されているんで、そこをなんかね、どうせなら J リーグコラボしてる桃鉄の、まあ、ゲーム実況とかをやっていいのかなっていうのがあるんで、そういう、まあ、いろんなね、今後生放送だけじゃなくてこのチャンネル自体ほんと抜本的になんか変えていきたい。まあ本当ね、最近いろんな僕も挑戦していてね、今本当動いています。こうチャンネルを何とかしたい、こうサッカーでもちろん盛り上げることが前提であるんですけど、まあいろんな形でもこう J リーグとかね、そこの話をしてきて、それこうその一つがやっぱ生放送であったりとかするんですけどもね、本当いろんなチャレンジは、していこうと思ってます。まあゲーム実況とか本当サブチャンネルでやった方がいいんでしょうけども、まあメインチャンネルでもやっていったりとか、そこはねどうするか分かりませんけども、まあちゅうのいろんな今後ねチャレンジとか挑戦を、していこうと思ってますんで、今後ともよろしくお願いしますという話でございます。本当、生放送ですけど、本当いろんな方、多くの方々来てくださって本当ありがとうございました。今後もですけど、やっていこうと思って、ね、まあ、Twitter とかで、ね、その辺を、報告とか、いついつやるよとか、ね、報告しようと思ってんで、Twitter とかメインチャンネル、ここですね、メインチャンネルとかサブチャンネルの方も、動画概要欄から登録よろしくお願いしますということで、今回は以上にしましょうかね。以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんですよ。よかったらチャンネル登録します。さら。